はい、ヒルベリー放送局。今日のアウトプット、違う。あれ映画大人の教科書、LGBTQ クイアのマコ姉と一緒に今週公開の映画を確認していきましょう。そんなわけで、このポッドキャストでは、新潟県長岡市にある T ジョイン長岡、シネコンですね。シネコン10スクリーンあるシネコンなんですが、T ジョイン長岡で今週公開される映画を中心にご紹介していきます。と言っても、大体ね、全国のシネコンで、公開されてそうな映画が中心のラインナップなので、ぜひね、最後までお聞きください。いつもは、大体金曜日の15時から配信してるんですが、今日は水曜日の15時から配信するものを撮ってます。まあ、これはですね、5月3日から5日までの間に公開される作品なんですけども、ゴールデンウィークということで5月3日からの作品が2本ありますので、まあ、そこら辺を中心にお話していきたいと思います。では、最初の映画はこちらです。はい、5月3日。から公開っていうことで、まあ、今日からですね。マーベルコミックス系のガーディアン、あれなんだっけあれあ、ガーディアン・オブ・ギャラクシーです。はい。ガーディアン・オブ・ギャラクシーは私の記憶が正しければ3作目だったと思います。まあ、マーベル系っていう、まあ、マーベルコミックっていうものがありますが、まあ、アメコミのコミックの一つですね。まあ、例えが正しいかどうかわかんないけど、言ってしまえば、ジャンプ、サンデー、チャンピオン、マガジンのどれかに相当するみたいなイメージなのかなと思っているんですけども、アメリカのね、ニューヨークにある、漫画出版社であるマーベルコミックの、キャラクター映画を作ってるのがマーベルなんとか、なんだっけ会社名忘れちゃった。どこかな。そう。マーベルユニバースです。はい、マーベルシネマティックユニバースが、作ってます。ちょっとごちゃごちゃになっちゃったけども。アメコミのマーベルコミックスのキャラクターをテーマにした映画をマーベル・シネマティック・ユニバースが作ってて、まあその作品の一つ、ガーディアン・オブ・ギャラクシーの3作目です。まあアメコミといえば、まあバットマン、今年はバットマンなかった気がするな。スパイダーマン今年公開ですね、また。そう、まあスパイダーマン、バットマン、まあいろいろありますけども、まあ、どうなんですかね。私はね、ぶっちゃけ、超苦手で。トランスフォーマーからして苦手だった。まあ、私ね、初代のトランスフォーマーの世代だったんですけど、GI ジョーとかテレビでやってたところのね、世代なんですけども、まあ、あの頃からして、まあ、顔はキモいし、動きはキモいし、話は面白くないし、どこがどうやったらこれが面白いと思えるのかわかんないぐらいちょっと苦手なんですが、とはいえ、マーベルコミックとかアメコミ大好きな方、いっぱいいらっしゃるので、はい。映画ファンにはなんか多い気がしますよね。はい。まあ、私は苦手っていうだけで、ごめんなさい、否定してるわけじゃありません。はい。そんなわけで、この映画についてお話していきたいと思うんですが、まあ、この映画3作目ということで、まあ、そもそもガーディアン・ギャラクシーがどういったものかっていうのを、まあ、ちょっとね、過去作を振り返りながら見ていくと、ですね、4人組だったよな、これ。そう。全員が犯罪歴を持つお尋ね者たちがチームを組み、銀河滅亡の危機を阻止する戦いに巻き込まれていく姿を描いたマーベルコミックの映画化作。自らスターロードと名乗り、いい加減な性格でプレイボーイなトレジャーハンターのピーター・クイルは、ある日、惑星モラグの廃墟で謎の球体オーブを見つけっていうのが、まあ一作目、2014年の作品ですね。一作目の話で。まあ全員犯罪歴を持つお尋ね者のチームが、このガーディアン・ギャラクシーっていうチームみたいですね。で、まあそうやって話がトントントンと進んでいき、2作目は、2作目はですね、2作目は何年つったかな。今日はいつもよりも段取りがいい。うん、まあまあね。いつもより段取り悪いですよ。だっていきなり、今日さっき、3日から公開の方があるのって感じで気づいちゃった感じだもん。そして、3年経って2017年に2作目。アベンチャーチ、2作目が、公開されました。それも、これもね、ガーディアン・オブ・ギャラクシー、リベンジとかそういうタイトルだった気がするな。リミックスですね。はい。そう。まあ、これから、経って3作目ということになっています。はい。まあ、前評判の中では、過去作の中で一番評判いい評価なんですけど、どうなんですかね。まあ、ここでズバッとアンチって言っちゃうとね、なんかちょっと、見る前からアンチっていうのはなんですが、まあもちろんね、私が毎週全部の映画を、T・ジョイの映画を見に行っていた頃だったら、まあ確実に見てますが、まあ今となっては、まあアマプラでやっててもどうかな、みたいな感じなんです。正直ね。でもまあ好きな人は好きなので、もちろんアメコミ大好きって人はチェックですよ。はい。まあでもまあ、私はこれ始めてから、もうすでに1ヶ月ちょい経ってると思うんですが、まあその中でも、アメコミ初の映画3本4本ぐらいご紹介してる感じがするので、やっぱ頻度が高いですよね。そう。まあ過去よりアメコミの、まあ映画化されたのが入ってないとも聞くんですけどね。そう。まあどうなんだろう。うん。まあ、そもそも洋画離れがある、深刻化っていう話もあって、まあね、私が知ってる中では、まあ、どっちかっていうと洋画が中心で、まあ日本の邦画がちょっと下火になってた頃っていうのも過去にはあった気がするんですよ。そっからまあ、アニメとか漫画がね、まあ、海外に頻繁に輸出されるようになって、いろんな情報が回るようになってきてから、まあ、アニメとか漫画っていう日本のね、サブカル的な、カルチャーが、まあ、コンテンツとしてものすごく有可能性があるということに気づいた日本の映画界が徐々に盛り返したって感じで、今となっては、まあ、わざわざ洋画を見なくても、まあ、日本のコンテンツだけで、本当たくさん面白い映画いっぱいあります。逆に、洋画のお話が、まあ、まあ、前ほど面白くないっていう風に感じるのは私だけでしょうか。そう、まあ、どうだろうな。もちろん面白いのはすごい面白いし、面白くないのは面白くないし、まあもちろん人それぞれなので、まあどっちがどうとも言いませんが、私の中では、なんか売ろうとして作った結果、ポイントを外して撃沈みたいなのが、まあ最近の洋画では多い気がします。はい。まあ私もね、去年、トム・クルーズのね、トップガンマーヴェリック見ましたよ。そう。いや、もちろん、まあ、トップガンだって思って見てたんですけれども、そう。まあ、私は期待してたほどではなかったかな。まあ、期待も全然しなかったんだけど、まあ、見てやっぱりねって思ったのがアバター。私のポッドキャストではよくまあアバター叩いてますよね。まあ好きな人は好きだと思います。私は確実に次回作以降はいかないと思います。もう 1% も期待できない。まあそんなわけで、まあ今週から公開のスーパーマリオがね、今ね、まあ、中華発表なのかな、映画 .com のアクセスランキングの中では、スーパーマリオ1位ですね。うん。まあ、全米では公開2週間目で、まあ、どうなかったかちょっと見てないんですけども、そう。まあ、どうだろう。コナンの牙城を崩せるか。そう。コナンの牙城を崩せて、まあ、MER とスーパーマリオはコナンの間に割って入ってくるみたいな、今のところ流れみたいな感じですけども、まあ、どうでしょうかね。私の予想は全然外れてた。けで話は戻ってガーディアン・オブ・ギャラクシーなんですけども、このね、内容を解説していきます。今回お話しするのは最新作のものです。はい。いつもはね、過去作があるものは過去作から読んでたんですが、今日はもう、いきなり言ってきます。はい。で、癖が強くて訳ありな銀河の落ちこぼれたちが結集したチーム、ガーディアン・オブ・ギャラクシーの活躍を描くマーベリック・シネマティック・ユニバースの人気シリーズ第3弾。アベンジャーズの一員としてサノスを倒し、世界を救ったものの最愛の恋人、ガモーラを失ったショックから立ち直れないスターロッドごとピーター・クイルとガーディアンズの仲間たち。そんな彼らの前に銀河を完璧な世界に作り変えようとする恐るべき敵が現れ、ロケットが命を失う危機にさらされる。固い絆で結ばれた大切な仲間の命を救おうとするガーディアンズだったが、ロケットの命を救う鍵はロケット自身の知られざる過去にあった。ロケットも確か、マーベル系の別のキャラクターですよね。ということは、まあ、前作もね、これ読むと、多分ね、マーベル系のいろんなキャラクターが出てきてってお話だったようなので、まあ、今回も、ガーディアン・オブ・ギャラクシーを中心にいろいろなマーベル系のキャラクターが出てきて、活躍するという内容のようですね。そう。149。149。なかなかですね。でもね、今日これからご紹介する、作品が、なんと60分で終わっちゃう映画なので、まあまあ、もしかしたらね、多分吹き替え版もあると思うので、まあ、両方セットで見たら、いいのかもしれないなと思うけど、どうかな？まあ、そんなわけで、ガーディアン・オブ・ギャラクシー。そう、ぜひ皆さんね、映画館に足を運んでみてください。最近ね、もう苦手なのは苦手とか嫌いなのは嫌いって言っちゃうようにもう素直になってしまったんですが、まあアメコミ系のキャラクターがあんまり好きじゃない。たまにね、見ないことはなくて、見て、いや、すっげえ面白いなっていうのもあるんですよ。バットマンでも、いや、これすげえなっていうのもあったし、まあ、ジョーカーほんと好きですよ。そう、でも、特にスパイダーマンはちょっとね、私はね、そう、まあ、全部見てるわけじゃないけど、もうそもそも私の中ではスターウォーズの第2期シリーズあたりからもう、アメリカの SF になんか夢を感じてないというか、私の中では2001年、2010年ぐらいで止まってるかな。まあ、ギリインディペンデンスデーかなみたいな、まあ、そんな話はやめときましょう。そう、ぐだぐだになってしまいますね。そんなわけで、今週ですが、今日から公開のガーディアンズ・ギャラクシー、ぜひ足を運んでください。で次にご紹介するのが、まず、ザ・ゴールデンウィークという作品ですね。はい、2作目は、ドンブラザーズですね。どうだろう。まあ、戦隊もの、そう、スーパー戦隊シリーズ、昨年から今年にかけて公開された、バク太郎戦隊ドンブラザーズ、と、これから公開されるのかな？ゼンカイジャーの、映画ですね。まあ予告を見る限り、まあこれまでのドンブラザーズをキュッと最後うまくまとめて、うまく次のやつにバトンタッチってする感じの、まあ仮面ライダーでもね、まあ使われてる手法、まあ定番中の定番。そう、まあ、こういうのにね、まあ、私も小さい頃に見てたら、まあ、こういうのに、キュンキュンしてたかもしれません。まあ、これをお聞きしてる方が、まあ、ドンブラザーズを見に行くかどうかって言ったら、ちょっと、なんとも言えないんですけども、私ね、特撮女子の、パンダちゃんのチャンネルとか、結構ね、特撮関係のチャンネルを見たりするんです。はい。で、まあ、ドンブラザーズは、まあ、すごくね、いいも悪いもすごくいろんな話題に上ったね、今年の映画で、まあ、私はね、ウルトラマンは結構ね、新作も見るんです。はい。新作のナンバリングというか、最近のウルトラマンって、作品、ナンバリングタイトルが終わった後、いろんなウルトラマンが出てくる、まあ、編集でうまくごまかしたシリーズがあって、で、また次のタイトルみたいなパターンがあるんだけど、その編集でうまくごまかした、まあ、今ね、公開中のウルトラマンのシリーズとかはちょっと見ないんですけども、新作ウルトラマンが出るシリーズとかは結構ね、毎週、YouTube で見てたりします。はい。といってもね、平成ウルトラマンなんてからずっと見てたわけじゃなくて、ウルトラマン Z、うん、シード・オーブ・ Z あたりでハマったね。そう。私はシード・オーブ・ Z あたりでウルトラマン面白いな。やっぱ面白いなと思ってて、何よりね、監督、毎週監督が違うんだけど、監督ごとに、絵作りとか、まあ演出とか、まあ全然違って、まあおしぎ監督が出てくるわけよ。自分の好きな監督さんがクレジ、まあ見てるうちに、あ、この人はそうじゃないかなとか思うわけ、だんだん。で、その、お気に入りの監督さんの映像とか見ると、いや、ほんと今日の内容はいい内容だったね、みたいな感じな、まあ超マニアックな見方してるんだけど、まあね、私は、平成仮面ライダーも、平成以降のね、仮面ライダーも、スーパー戦隊シリーズも、まあ実は、まあ何も見てません。うん。まともとスーパー戦隊シリーズが、まあ、小さい頃からあんまり好きじゃなかった。そう。まあ、私の中では、サンバルカンまでだったな。個人的には、バトルフィーバー J とか、なんだっけ、バトルフィーバーの前にあったやつ。そう、なんだったっけ、ちょっと忘れちゃった。そう。まあ、ゴレンジャーがそもそもあんまり好きじゃなかった。で、仮面ライダーは、まあ、もう、そもそもスーパーワンのあたりからあまり好きじゃなくなったというか。そう。まあね、でも小さい頃は私仮面ライダー怖くて見れなかったっていうか気持ち悪かったよね。で、まあ、大人になっていく段階で、まあね、特撮にずっとハマってる友達もいたんだけれども、まあ私は、ウルトラマンは、割合とちょんと、まあ映画もいろんなの見たけども、まあ、スーパー戦隊と仮面ライダーは、まあ、とんと見てないっていうのが正直なところで、それで何を語るんだって感じですが、はい。まあね、もちろんどういう方が聞いてられるかわかんないので、まあ何気に私のチャンネルの中で、確実に数字が取れてるのが、このポッドキャストっていうポッドキャストなので、まあもちろんお話ししていきます。そう。まあ、ドンブラザーズが、どうしてなんか異色な感じになったのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、何でもありっていう世界観らしいんですよね。そう。なので、パンダちゃんの、中でもね、まあ、頻繁にドンブラザーズの話題が出てきてたんですが、そう。まあ、そういう時はね、スルーしてたので、そう。まあ、あまり知らないんです。はい。まさかね、ドンブラザーズの映画をこんなに話すことに、来るとは思わなかったんですが、まあ、この子、なんと上映時間60分。まあ、どうだろう。お子さんにせがまれて、まあ、お子さんと一緒に見るって時は、まあ、こんな時こそ、お子様と同じ料金で見れるみたいなサービスがあったら、まあ、お父さんお母さんまだ連れて行きやすいよね。まあ、ゴールデンウィークで割引がないって時に、お父さんお母さん、まあ、一人で、ね、お父さんかお母さんが一人で連れて行って、まあ、お子さんな、二人なんか言ったらね、まあ、お父さん、お母さんにしよう。お母さん1900円。子供さん、いくらだったっけ？まあ、1500円だったら1400円ぐらいだったっけ？とすると、3000、まあ、5000円だもんね。で、60分で見たってのに60分みたいな。まあお子さんにはまあ60分で多分ね、ギリギリ座ってられる時間なのかなと思うんだけども、まあ大人にしてみれば、60分で1900円ちょっと勘弁しようっていう風なのは思わないでもない。まあそういう意味じゃね、ちょっとお父さんお母さんにはちょっとかわいそうな映画だなと思うんですが、もちろん、戦隊シリーズの大ファンの方もたくさんいらっしゃいますね。ぜひね、新作。このね、毎年この時期にこの手の映画やってますが、まあね、旧作のもう締めくくりと、そして新作のさあこんにちはっていう、新作がこれからどうなっていくかっていう重要なね、伏線も結構見れるという内容になってますので、ぜひね、ご覧ください。まあ、そんなわけで、解説読んでいくと、新旧戦隊が共闘するスーパー戦隊シリーズ VS シリーズの第29作目で、2022年3月から放映された、爆太郎戦隊ドンブラザーズと、その前年に放送されてたんだね。機械戦隊レンカイジャーが共演する V シネマ作品。うん、新旧ね、ドンブラザーズは今も公開中、今もやってるのかな。そういうことだね。すいません。無知でございます。はい。平行世界を巡る旅から駄菓子カフェ、カラフルに帰ってきた凡人たちだったが、怪人だ。全怪トビアは新たな柏餅ワルドと柏餅王となったゾックスに支配されていた。再び柏中毒が蔓延してしまった世界を救うために、全怪者は戦いに身を投じる。柏中毒。いいなぁ。柏餅大好きよ。はい。一方、ドンブラザーの世界では、太郎が去って1年が過ぎ、お供が5人に充実したプライベートを送っていた。送りながら、二郎をリーダーに戦い続けていた。ある日、記憶を取り戻した太郎が、ドンブラに訪れるが、お供の全員がドンブラザーズを脱退を申し出る。そんな矢先、突如と現れた機械機が太郎に襲いかかる。なんかね、ほんと、異世界、なんだろう、あれジェネレーションギャップ。いや、もう、設定がほんと、なんか、わからん。まあ、そんなわけで。だってさ、なんか事前にさ、もうちょっと調べようって気にもならなくて、そう、どうしたらいいかわかんないんだもん。長く続けていく上で、まあこういったこともあると思って、まあ今日は許して。はい。そんなわけで、ちょっとグダグダですが、次の作品に行きたいと思います。はい。5月5日から公開されるのは、銀河鉄道の父です。はい。銀河鉄道の父って読んで、パッと、頭によぎる。誰の話かなってよぎる人は、多分私と同世代です。っていうのは、私の小学生だったかな、中学生ぐらいの時に、銀河鉄道の夜っていう、まあ、アニメ映画が大ヒットしました。はい。で、銀河鉄道の夜っていうのは、我が輩は猫であるで有名な、宮崎賢治宮崎賢治じゃなかったっけ？やばいぞ。あれそう、宮沢賢治だ。そう、宮沢賢治の、映画、作品を映画化したやつで、まあね、すっごくね、幻想的な、小説で読んでもイメージつかなかったんだけど、アニメにしたことですごくね、幻想的で、ね、すっごい奥深い、ほんと日本映画界の大傑作というような素晴らしいアニメ映画、銀河鉄道の夜っていう、映画があります。宮沢賢治さんの原作でね。まあ、それを知ってる世代としては、銀河鉄道の父って聞いた瞬間に、あ、宮沢賢治のお父さんの話だっていうのはピンとくるような気がします。はい。そのね、宮沢賢治さんの父である清次郎を主人公に、小説家のね、門井さん、門井慶喜さんが、お書きになった原作をもとに映画化された映画です。はい。まあ、そのせ、あのね、で、健次郎、宮沢賢治の、まあ、お父さんの清次郎さんを主人公に、究極の家族愛に、を綴った、直木賞受賞作、銀河鉄道の夜、じゃなくて、銀河鉄道の父を、8月の蝉、命の停車場の、成島監督がメガホンで映画化。いやー、8月8日目の蝉、8日目のセミの監督か。大体想像つくな、あんまり映像が動かずに、もう、人の心情をドバンとなんかついてくるような真正面からデーンとした映画を撮る監督のイメージです。はい。8日目のセミは、ね、私、命の停車場は見てないんですが、8日目のセミは、まあ、去年アマプラ、今年でアマプラ見た映画の中じゃ、まあ、ベスト3に入るな。私映画館では見てないんですけどね。はい。なかなかの作品ですよ。はい。まあ、宮沢賢治さんはそもそも岩手県出身なんですけど、岩手県で質屋を営む宮沢清次郎の長男賢治は、家業を継ぐ立場でありながら、適当な理由をつけてそれを拒んでいた。学校卒業後は農業大学へ進学や人工宝石の製造、宗教への系統と我が道を突き進む賢治に対し、清次郎は、厳格な父であろうと努めるつもりで、つい甘やかしてしまう。やがて、妹トシの病気をきっかけに筆を取る賢治だったが、というわけで、役所広司さんが清次郎役ね。はあ、なるほどね。まあ、役所広司さんといえば、まあ、長岡の方に言ってみればね、そう、長岡は去年役所広司さんフィーバーだったんで、そう、長岡で、新潟県の長岡市の幕末に活躍されたね、方を、役所広司さんが演じて、去年長岡で劇場公開されたばかりなので、まあ、役所広司さんというと、まあ、そういったイメージの方も多いのではないでしょうかね。うん。まあ、そんなわけなんですけど、まあ、宮沢賢治しかり、野口英世しかり、石川啄木しかり、そう、まあ、特にね、明治大正時代の、まあ、日本文学を牽引してきた人たち。はい。まあ、いろんな方いらっしゃいます。というか、現代の、小説家とか、まあ、クリエイターの人たちは、まあ、お利口さんというか、まっとうな方が、そんなに、過激におかしい方はあんまりいないんですけども、まあ、ねえ、明治期、大正、昭和初期にかけて、まあ、やっぱね、世界大戦前は、やっぱ、おおらかな、先進的な時代だったんじゃないかな。だって、その時代に、一時代を作ってきた、まあ、クリエイターの人たちって、みんなおかしいもん。そう。ね、私たちはさ、ほら、小学校とかで、まあ、彼らの自伝とか、読む機会あったよ。まあ、小学生向けのそういう自伝とかは、まあ、おかしいこと書いてないよ。でもさ、大人になってから、まあ、あれこれ調べて、いろんな本とか自伝とか読んだりすると、ほんとさ、宮沢賢治しっかり、石川啄木しっかり、ほんとね、頭狂ってるんじゃないの？私がね、そう思うぐらいちょっとおかしい人が多かったから、まあ多分ね、このね、宮沢賢治の、もね、相当おかしかったんじゃないかな。そう、私が知ってる中でもおかしい人の一人だからね。まあ、野口英世もかなりおかしいけどね。まあそんなわけでね、まあ今週公開の中では、まあ唯一、まあ、まあ一般映画ファン、もしくはまあ邦画ファンというか、まあ大人と言ったらなんだけども、まあ、これだけが異色な感じ。まあ普段のね、ゴールデンウィークとか長期連休じゃなければ、まあまあ、こういう作品がね、1本2本入ってくるみたいな感じだけど、まあ、今週の中ではかなり異色な感じの作品です。はい。まあでもね、私はこれちょっと注目ですね。まあぜひね、アマプラで出たら見たいなと思ってます。はい。私はね、16時間断食を始めて3年間は映画を見ないっていう決めて、いますので、これは見に行かないです。ただ、こそっとここで言うのもなんだけど、実は4日の日、アキナちゃんの映画見に行きます。もう私ね、いつも爆睡してる時間しか上映してないから、まあ、どうなるかわかんないけど、しかも特別上映で、2500円。2500円ですかみたいな感じだったけど、いやね、もう、アキナちゃんの伝説のライブを、まあね、聞かないわけにいかないと思って、まあ、こっそり見に行きます。はい。まあ、見かけても誰も声かけないでください。さあ、次、今週最後の映画はこちらです。はい、プリンセス・プリンシバルの続編ですね。これはですね、アニメでね、大人気になったプリンセス・プリンシバルの続編なんですが、私自身はこれちょっと見てなくて、まあね、スキームバンク、要は、まあ、蒸気機関が発達した、時代背景でハードなストーリー展開の、アニメなんですって。うん。まあ、それだけ見ると、まあ、私好みなんだろうな。私好みっていうか、まあ、何も考えずのほほんとして見てられる。そうそう。まあ、私ね、結構ね、ガチで、もう、考察に考察を重ねて、社会背景とか、まあ、政治背景とか、まあ、細かいとこまで読み取っていくような、ややこしい映画とか、いろんな、最新研究をもとに、いろんな、今言われてる、ね、量子力学の中で言われてるような内容を盛り込んだ、まあ、先鋭的な映画、アニメとか、まあ、そういうの大好きなんですけども、まあ、これはね、割とのほほんと見ていられるという、まあ、私の中の、まあ、予想してるような映画なんですが、まあ、それの続編ということで、2021年から毎年1作ずつ公開されています。で、これはですね、先行して4月4日に全国労働省として公開されたもので、長岡では、5日から公開ということになってます。はい。まあ、第3章ってことで、第1章、第2章、第3章と見ていってくれた方たちは、まあ、待ってました、第3章って感じですね。まあ、私はね、やっぱ宇宙戦艦ヤマト世代なので、宇宙戦艦ヤマトの、最新映画が上映されるときは、まあ、ぜひ、T ジョイ長岡でも上映してほしいと思うんですが、いつも T ジョイ長岡ではヤマト上映しないので、はい、まあ、私はアマプラです。ヤマトの場合はね、公開日にアマプラでも販売されますので、アマプラでちっちゃい画面で見てます。そんなわけでね、プリンセス・プリンシバルをね、ずっと見てきた方は、まあ待ってましたって感じでしょうし、ようやく長岡でもみたいな感じですね。もしかしたら新潟県はここしかやってないかもしれない。意外とね、新潟県は長岡、T ジョイ長岡しかやってないっていうのもあるんですよ。はい。まあ、県の真ん中ですかね。まあ、あちこちから来やすいということもあるかもしれませんね。うん。まあ、そんなわけで、これもね、2003年60分の映画なので、本当に見たい人は、まあ、60分だろうが、10分でもね、お金払えますからね、と気にすることなく、ぜひ、ご覧ください。まあ、そんなわけで、今日はちょっと足早というか、なんというかですね、わかります。喋ってる私もいろんな意味で消化不良だなっていうふうに思ってるんです。うん。まあまあ長くやってるうちで私のちょっと苦手な分野の映画ばっかり揃うって時もあります。はい。まあ今日はね、銀河鉄道の父がなかったら、いやー私が全然知らない分野とか苦手な分野、知らない分野、全く知らない分野っていう感じで、まあどうやって時間を潰そうかというふうなもうほんと悩むような日だったんですけども、ぶっちゃけ超やりづらかった。まあ無事に走り切ったってわけなんですが、まあゴールデンウィークのまあ終盤に向けてっていう時間なので、まあね、話題作いっぱいありますからね、ゴールデンウィーク中やってるやつ、まあ振り返ってみるとですね、この3日間ぐらいはなかなかの、大激戦ですよね。そう、どの映画を見ようか。まあ、特に、ライト層。まあ、ライト層って言われる、映画業界でいうライト層っていうのは、まあね、1本2本見るか見ないかっていう人をライト層って言ってるんですって。うん。まあ、そういう人たちが、そういう方々にどれだけ、映画を見てもらえるかっていうのが、まあ、ヒットの条件なんですけども、まあ、このポッドキャストはですね、どっちかと、月1回、2回ぐらい、まあ、月1、月2ぐらい映画に行くかもって方から、まあ、今言ったライト層向けのお話をしています。まあ、本当に映画が好きで、まあ、頻繁に映画って見に行くって人は、まあ、こんなのね、聞かなくても、もう自分で見たいの決めてると思うので、どっちかというと、ライト層、ライト層向けにお話ししています。はい。まあ、そんなわけで、まあ、ライト層の皆さんが、今日お話した映画を見に行くのかどうかっていうのは、まあちょっと私もね、まあ銀河鉄道の父だったら、まあどうかななんていう風なのが、まあ正直なところなんですけども、まあこのね、5月3日から、まあゴールデンウィーク後半に向けての間、そうですね、3、4、5、6、7までかな、にかけて、公開されている映画となると、読んでいくと、今日お話したガーディアン・オブ・ギャラクシー、ボリューム3。はい。これは字幕、吹き替え両方ありますね。で、爆太郎戦隊ドンブラザーズ VS ゼンカイジャー。はい。で、劇場版東京 MER 走る緊急救命室。はい。で、吹き替えザ・スーパーマリオザ・ブラザーズムービー。で、T-Rex 上映の吹き替え版ザ・スーパーマリオブービームービー。そして 3D 吹き替えザ・スーパーマリオザ・ムービー。そう。で、新仮面ライダー。はい。そう。新仮面ライダー。同時上映、エヴァンゲリオン 3.0。へー。今知った。前からそうだったっけ？新仮面ライダーか、同時上映、エヴァンゲリオン 3.0、マイナス46時間、劇場版。だって。これを追加で見なさい。新仮面ライダー、もう一回見なさいというような戦略かな。はい。そして、字幕版のセイントセイヤザ・ビギンズ。吹き替え版のセイントセイヤザ・ビギンズ。で、アキナちゃんのイーストライブインデックス23。で、東京リベンジャーズ2。血のハロウィン編、運命。で、ゲネプロ7。で、ヴィレッジ。で、ベネシア・フレリア。はい。で、コナン、漆黒、黒金のサブマリン。で、美しい彼。で、生きる。リビング。で、ネメシスもやってますね。で、刀剣乱舞もやってますね。グリントマンユニバースもやってる。私の幸せな結婚。ドラえもんのび太の理想郷。ファーストスラムダンク。で、すずめの戸締まり。わあ、これだけあれば、まあ、ね、一回しか見ないっていう人でも、まあ、刺さりそうな映画なんか何本かありますよね。まあ、この中で、ゴールデンウィークこの中でどれを見るってやれたら、まあ、もう本当どうなんだろうね。まあ、大激戦だと思います。まあ、その中で今日お話しした、まあ、銀河鉄道の夜が、まあ、映画ファン以外に刺さるのかななんて思うと、まあまあ、正直疑問なところですけども、はい。まあ、来週、まあ、どうなりますかね。まあ、そんなわけで、今日は、緊急で5月3日から配信されるものと、5日から配信されるものを両方セットでお話ししていきました。毎週金曜日15時に配信していますが、今週に限り、水曜日の15時前後に配信する予定です。そんなわけで、このポッドキャストは、YouTube ポッドキャストチャンネルヒルビール放送局の提供で、配信しております。はい。で、まあ、ヒルビル放送局では、もちろんこの配信も配信してるんですが、Facebook 長岡市グループと連携して、これをね、Facebook 長岡市グループの皆さんにお届けしています。そんなわけで、また来週。